というわけで、はい、はい、はい、ちょっと今回も新作を、うん、はい、これですか、ここになんかね、チラシがね、うん、そうそう、綺麗なある、チラシが、すごい、そうですね、ちょっと皆さんに見せてあげてください、はい、うん、ね、すごい綺麗、これが、うん、綺麗ですね、スリープ、マックス・リヒターからの招待状、うん、という映画なんですよね、うん、はい、で、これがですね、うん、私、映画を見てふと思ったんですけども、うん、これもしかしたら、まあ、前代未聞のですね、うん、寝てもいい映画なんじゃないかっていう、なるほど、の寝てもいい映画っていうか、寝てもいい映画、そうですね、あの、映画見て寝ちゃうってことは、うん、これ残念ながらあることだと思うんですよ、ね、うん、あります、あります、どうしてもね、はい、静かな映画見たりとか、うん、あの、疲れてる時に映画見ちゃうと、うん、つい寝てしまったっていうのは、うん、はい、はい、でもそれはあくまでもアクシデントじゃないですか、うん、本当は寝ない方がいいのに、うんうん、でもそうじゃなくて、これもしかしたらもう作り手が途中で寝てもいいやっていう気持ちで作ってるのかなと、はい、そう思ったんですけども、なぜなぜなぜっていうところなんですけども、うん、それはちょっとおいおい説明していきたいな、あ、なるほど、はい、でこれですね、あの、どんな映画かって言ったらですね、うん、まあ、ざっくり言うと、あの、いわゆる、まあ、コンサート映像ですね、うん、を元にした、うん、実際のコンサートの映像を元にしている、うん、そうです、はい、音楽ドキュメンタリー映画ですね、はい、これはあの、まさにタイトルにもある、うん、こうマックス・リヒターさんっていうですね、うん、あの、作曲家の人が、うん、はい、こう企画主催した、うん、のスリープっていうですね、うん、はい、タイトルもスリープだから眠るなんですけども、うん、はい、そういうあのコンサートとかですねに関するドキュメンタリーなんですね、うん、はい、でマックス・リヒターさんっていうのはですね、現代音楽の作曲家なんですね、うん、はい、で現代音楽って言っても、うん、はい、多分あまりこう馴染みがないんで、ピンとこないですね、なんか、うんうん、何って感じになっちゃうんですけども、ね、はい、でも私も別にそんなに詳しいわけではないんですけども、うん、いわゆるですね、あの、ポピュラー音楽とは対極にある音楽ってことなんですね、うん、はい、多分もう世の中の人がほとんどが聴いてるっていうのは、いわゆるポピュラー音楽っていうか、うんうん、はい、これは別に歌手が人が歌ってるものにしてよ、うん、はい、もしくは歌ってなくても映画音楽とかにしても、うんうん、メロディーがはっきりしてるじゃないですか、うんうん、メロディーがはっきりしてて、なおかつもう聴いてて心地いいっていうか、うんうん、はい、うん、で現代音楽っていうのはそういうものではないんですね、うんうん、はい、メロディーがそんなに心地いいとかを狙ってないですね、うん、あの、そういった風な作りになっているので、だからある意味なんかこう難しいっていう、うん、はい、いう風な、あの、印象を受けてしまいますし、あとは聞く人もどっちかといえば、あの、本当にこうたとえ何回でも芸術的に価値が高いものを、うん、あの、聞くっていう風なですね、意識を持った人たちが聞く音楽というかですね、うん、そういうところはあるんですね、うん、はい、でも、まあ、マックス・リヒターさんってでも映画音楽とかもですね担当してて、うん、はい、結構すごいメジャーな映画の音楽担当してるもしてるんですね、うん、例えばあのアド・アストラとかですね、うんうんうん、あのブラッド・ピットが主演した宇宙飛行士の映画ですね、うんうん、とか、あとは女神の見えざる手っていう、映画ですね、うん、はい、まあ、これあの、私も結構見て好きな映画なんですけども、うん、結構あの、法廷ものの面白い映画なんだけど、うんうん、そういったものをまあ、一応担当したりとかしてる人なんですけども、うん、はい、書いてますね、うん、ね、ここのチラシにね、うん、ちょっと詳しく書いてますね、僕の好きな映画もありますし、うんうんうん、ああ、そう、うん、どれかありました、好きな映画、どうですか、2人の女王ですね、メアリーとエリザベス、これはもう、うん、ハリウッド音楽メディア賞作曲賞受賞って書いてますね、これで、はい、すごいですね、すごい、うん、そう、売れっ子作曲家なんですね、うん、この方は、うん、この方、うん、そうですね、うん、うん、でもまあ結構生活というか、うん、資金的に困窮した生活を送ってたみたいですね、やはり、あ、そうなんですか、あ、そうですね、やはり現代音楽って自体がそんなにすごい、あの、いわゆるポピュラーな売れ線音楽とは全然違うんで、うんうん、映画音楽をやるようになってからある程度ちょっとお金が入ってくるようになったみたい で、 そ、 うなんですね、はい、うん、それ以前はかなり、まあ、金銭的には厳しい状況だった、うん、そうですね、うん、そうで、この、まあ、この映画に書かれているスリープっていう、うんうん、このコンサートなんですけど、
どういうコンサートかって言ったらですね、夜から朝方まで8時間かけて演奏するっていう、うん、8時間すごい、うん、8時間かけて演奏するっていう深夜ってことですね、はい、そうです。いや、はい、演奏してる方も大変ですよね、聴く方も大変だけど、そこなんですけども、うんうん、演奏する人はちょっとやっぱ休憩挟むみたいな、さすがにね、さすがに手しびれちゃいますよね、バイオリンだから、うん、やばい。そうそう、あとこれ聴く方なんです、聴く方なんだけど、うん、あれなんです、あの会場にベッドが並べられてるんです、うん、あ、これだ、なんかチラシに載ってる、これなんだろうと思ってた、すごい気になる。これ本当にベッドなんですか。そうなんです、ベッドなんです、会場にベッド並べられてて、はい、で、のまあ、お客さんはあの、まあ、枕とかその毛布とか持ってきて、自分で持ってきて、そうそう、すごい、はい、で、あのどうぞ寝たかったら寝てくださいっていう、そういうコンサートなんです。じゃあヒーリング音楽を流してくれるんですか、なんかそう寝れる、そういうことなのかな。ですね、不眠症の人が寝れるようになるとか、ヒーリングに分析していいのかですね、ちょっと違うんだ、ちょっとわからないんですけども、はい、そうですね、あ、でもここのね、キャッチコピーみたいな、最高級の眠りと目覚めって書いてあるから、うん、なんかすごい演奏が聴けるのかな、うん、かそうですね、これ演奏のシーンももちろん映画で見れるんですよね、うん、そのライブシーンは、演奏のシーンはそうです、はい、あの演奏のシーンがこうがっつりありますんで、それ眠、確かにさっき冒頭で岩木さんが、うん、はこの映画は寝てもいい映画なのかもしれませんって言った意味はそういうこと、そういうことなんですね。これで、うん、寝ちゃいそうだね、確かに。そうだ ね、映画全体の構成が、うん、やっぱ冒頭、頭の冒頭の方でコンサートが始まるところから、うんうんうん、まあ映してて、うんうん、はい、でコンサートを全体的にこうやって流しつつ、後半の方で、あのでコンサート明け方になってコンサートが終わるまでを、うん、一貫して見せるっていう流れになっているんですね、うんうんうん、でもただコンサート流しっぱなしじゃなくて、うんうん、その合間合間にですね、やはりあのいわゆるインタビューですね、はい、うん、例えばお客さんで来た人に対するインタビューですとか、うんうん、もしくはマックス・リヒターさん の, あのがどういうふうにあのどんな人かとか、うんうん、はい、どんなふうにこのコンサートをあのまあ企画したかとか、うん、そういったお話も合間合間にこうインサートされるんで、うん、でも全般的な流れとしてはこのコンサートの流れをバーッと見せてくれるんで、うんうん、眠くなっちゃいそうだね。確かにそうなんですね、うん、そう、寝てもいいっていうコンサートの映像をただこうやって流す、結構尺取ってるんですよ、これ、かなり長めに時間取ってるんで、うん、寝てもいいってものを映像で見せられると、これは映画見せる観客にも寝てもいいってことなのかなっていう、うん、すごいですね、はい、そう思いたくなってしまうんですね、うん、これ眠くなりませんでした、うん、大丈夫でした。私は大丈夫でした、ね、でも周り見たら寝てる人いたかもしれないですね。そうですね、確かに。そうだね、いやでも本当にちょっとこれは試写会で見たんですけども、うん、うん、いや寝ても寝てるやつがいてね、あ、やっぱりいらっしゃいました。うん、いやでもね、ちょっでも寝てるやつがいたっていうのはですね、うん、あのね、でもね、も私にとってはマスコミ試写会なんで、あ、そうですよね、うん、マスコミ試写会で寝るっていうのは仕事で来てるんだから、うんうん、あ、そうどういうことかなって思っちゃうんだけど、ね、それはそうです、うん、もしかしたらその人はもうその仕事だけど、うん、この音楽が良すぎて寝てしまったのかもしれないですね、うん、まあ、作った意図は合ってます、うん、そうですね。すごいな。でね、まあ、でもせめてね、周りに気づかれないように寝た方がいいですよね。そうですよね。そうだね。でもね、うん。でもその人の場合はね、ちょっとなんかね、結構豪快な感じだったんですね。いびきもうるさかったよね。あ、いびきかいちゃってた。それはね、ちょっとマナー的に、始まってね、すぐ寝てたから、じゃあ見てないじゃん。そうそう、最初から見る気あったのかなっていう。それはちょっとあんまりいただけないですね。うん、そうですね、うん。うん。だからもう。お仕事でね、そうですよね、見に来てるんだから、ちゃんと見てほしいですね、ちゃんとね。そう、なんだろうね、でも結構もしかしたらその人は、うん、多分寝てたってことはこの映画をまず紹介しないかと思うんで、あ、確かに、うん、でもあの試写会っていうのは大体あのテレビだとか、うんうん、ラジオだとか新聞とか雑誌の人たちが来るんで、うんうん、あのでそういう人たちは大概あの結構放送時間だとか、うん、紙面とかにも限りがあるんで、うんうん、見た映画全部紹介するってことはまずしないみたいなんですね、うん、あ、確かにそうか、うん、そうですよね、うん、やっぱり
まあ、見ることは見ても、うん、一部の映画しか紹介はしないんで、うんうんうん、でもなんかこんなふうに、さっきの試写会で寝てる人なんかは多分もうほぼこの映画を紹介はしないんで、そうですね、もう寝てますからね、うんうん、しかしなんかこういう人がいると、こういう人がいるから、なんかこう日本の映画紹介っていうのは、うん、同じような映画ばっかり紹介されるっていう、あ、確かにそれはありますね、うんうんうん、なんかちょっとそういう風なのがあって、でもシネガッチャは頑張ってるんですよ。そうですね、シネガッチャはもうね、地味な映画はもうこうやってきちんと取り上げますんで、テレビとかであんま宣伝しないような埋もれた名作もたくさん紹介しております。そうです、そうなんですよ、うん、はい、でこの映画ですね、うん、あのでも素朴な疑問としてですね、うん、まず私感じたのが、うん、よくこんな映画を作れたなっていうのは、確かにコンサートだけだったら分かりますけど、うん、記録として DVD を出すとかだったら分かるけど、うん、映画館で上映するっていう、うん、このね、眠るための音楽のライブをね、うん、やるってちょっと想像できないですね。見てほしいのに寝るっていう、うん、何か意図があったんでしょうね、うん、何か。そうですね、そこなんですけども、うん、やっぱり音楽ドキュメンタリーっていっぱいあるんですけど、うんうん、だから取り上げられてるのはスターだったりとか、そうですね、有名なミュージシャンとか、そうですね、はい、まあ、うちの番組でも以前パバロッティとか、うんうんうん、あの紹介しましたけども、はい、やっぱそれぐらいもう有名な人が中心になってないと、うん、なかなか映画って難しいと思うんですね。そうですね、うん、これは違うん でどうしてなのかなと思ったら結構その経緯があったみたいで、うん、はい、あのまずですね、このマックス・リヒターさんですね、うん、この人の奥さんがユリア・マールさんっていう人なんですけども、うん、ユリア・マールさんっていうのが映像作家なんだそうなんですね。はい、で、まあ、夫のマックスがですね、うん、こういうスリープっていうあの本当に8時間かけて、うん、あの眠ってもいいコンサートの企画っていうのを、うん、やるために動き出したんですね、うん、そしたら、あ、これはぜひもう映像にして、うんうん、映画にしないとっていうふうに奥さんの方がそう思い立って動き出したっていう。じゃあ奥さんがなんかプロデューサーみたいな感じで動き出したんですね。そうですね、最初はそう奥さんが動き出したんだけど、やはりね、内容が地味だからっていうことでなかなか資金が集まんなかった。そうですよね、パッと聞いたら、え、何言ってんだよって思われちゃいますもんね、うん、そうそう、そう、資金が集まんなくてやっぱりすぐには映画ができなかったそうなんですけど、うん、そりゃそうですよね、はい、まあ、でもそれでもですね、ちょっとところどころそういう素材となるような映像を撮ったりとかもしてたそうなんですね、うんうん、はい、それでもいつか映画化できるっていうその日を目指して、はい、でそうやってるうちに、まあ、コンサートの方が開催されることになって、うん、でコンサートが結構成功したんで、うん、はい、成功したおかげでやっとあの映画化できる目安が立ってきたんですね、はい、でもあの映画化できる目安が立ったあたりでちょっとですね、このユリアさんがちょっと子育てがあったんで忙しくなって、うんうん、ちょっとあのがっつり参加するのが難しいってことになって、はい、そこで監督が別の人になったんですね、はい、ナタリー・ジョーンズっていう人なんですけども、うん、はい、この方はすでにまあ、テレビとか映画でいろいろドキュメンタリーの監督してきた人なんですけども、うん、はい、その人にまああとはちょっとよろしくねっていうことで、うん、そう今まで撮ってきた映像も渡したりとかして、うん、はい、でこれがナタリー・ジョーンズさんが仕上げてこの映画ができたってことですね、はい、そう。でもこのコンサート自体はすごい一部の方の間では超有名なコンサートなんでしょうね、実験的コンサートっていうか、うん、8時間も、ね、しかも眠っていい、うん、って枕も布団も持ってきて、うん、くつろぎながら聴いてください。そうですね、すごいですよね。結構だから今までもニューヨークとかパリとかベルリンとか、うん、結構いろんなところでやってるんですね、はい、すごい、うん、映画ではこれはロサンゼルスでやったコンサートのことがメインで取り上げてますね、うんうんうん、そう、確かに、まあ、そう思ったら記録に残したくなりますね、確かに、うん、そうだね、まあ、あともう一個疑問に感じたのが、うん、コンサートのお客さんに来る人っていうのは、なんでわざわざそこに行くのかなっていうのが、
寝るんだったらうちで寝ればいいじゃんって私なんか思っちゃうんですよ。でも 生のこの素晴らしいクラシックの演奏とかを聞きながら眠りに入りたかったんじゃないですか、うんうん、ああなるほど。ベッドで特別な、そうなんか、うん、こんな贅沢な状況で寝ながら聴けるなんてっていうのがやっぱすごい贅沢だから、うん、それちょっとわかりますね、うん、多分すごい本当に音楽好きな人が集まってんじゃないですか、うんうん、こんな大音響で家で聴けないからっていうので、うんうん、生ですね、うんうん、まあなんだろうね、割と細かいこと言うとクラシックとはまた音楽のジャンルが別かもしれないんですけども、うんうんうん、あでもそれもねやはりこう映画この映画見ると、うん、あなんかその臨場感が伝わってくるんですよ、うんうん、やはり、うん、特にあの明け方とかになってくると、うんうん、音楽の感じがちょっと変わるんですね。朝っぽい曲になるんですか。朝っぽい、そういう意味ではないですね。はい、そうだね。そこは私ちょっと音楽に疎い人間なんで、うん、そこはあんまりちょっと言葉でうまく伝えられないっていうか、うん、はい、ところがちょっとあれなんですけども、なんかちょっとこうもっとなんかこう盛り上がるような音の感じにちょっと変わって、うん、軽快な感じになるのかな。軽快な感じとも、軽快な感じとも違うんですね。なんだろう、うん、目覚ましの音のイメージになっちゃいますよね、こういう感じだと、うん、なんか、うん、そうだね、そこがちょっとね、なんだろう、見ないと分かんないってことですね。分かんないこれを見たらそこの曲も分かるってことだ、うん、言ってる意味が分かるってことですね、うん、Hi, hello, welcome to this performance of Sleep.An eight-hour lullaby. There are no rules. Listen as you like, sleep as you like. To kind of have that sort of conversation with, you know, the sleeping mind. Those people sleeping are the story. So Max set out to make sure that the music he was writing was sort of, you know, rhythmically consonant with slow wave sleep. I took the spectrum, the sonic spectrum, that the unborn baby hears in the womb.Which is a space which isn't really available with acoustic instruments. Everything is always up, it's moving forward. So I wanted to make a piece which got an element of a sort of a quiet protest about it. によって、うん、まあなんていうかこの雰囲気を結構味わえるんじゃないかなと、うんうん、そうだね、やはり映画館の音響っていうかやはりその迫力っていうか、そうですよね、かなり現地の感じっていうのを相当やっぱ伝えられるんで、うん、映画館で見たら相当臨場感があるんじゃないかなということで、うんうんうん、ぜひ見てほしいですね、この映画ですね、はい、いつ公開なんですか、こちらこの映画はですね、はい、3月26日、うん、金曜日公開となっております。はい、はい、スリープマックスリヒターからの招待状、見に行ってください。よろしくお願いします。